はい、皆さんこんにちは、愛の戦士でございます。さあ今日はね、普段ねみんなから愛の戦士さん差し入れ何がいいですかって言われるんで、じゃあ高級車くれよっつったら本当にもらいました BMW、 本当にもらってしまうというね、まあ、ラジコン BMW の、ラジコンをもらいました。いや、クソかっこいいっすね、BM。いや、これは、男子はテンション上がりますよ、こんなんもらったら。もうラジコンですよ、皆さん。小学校の頃やりまくってましたけど、ラジコン。ちょっと、じゃあこれ早速開封していこうと思います。オープン!来たー!納車!納車日来た。これ納車日。おー!いいや!あ、買った!あ、これで出て、あ、こっちに、操作するところが入ってんのか。いや、すげえわ、これ完全納車日。よいしょー。あー、で、これアンテナか。これアンテナつけるんですよね。わかる、わかる。俺昔ラジコンやってたからわかる。ほら、こうやろ。ほら、来た。で、これ伸びるんやろ。はい、わかるんだよな。ラジコン系男子だったから。え?なんか無駄にネジで止められてて、クソめんどくせえことになってんだけど、これ。なんやこれ。ふざけんなよ。もうハサミで切ったろ。はい、開封できました。いやー、かっけえな、これ。マジでかっけえわ、これ。裏もね、裏のごちゃごちゃしたエンジンのところもね、すごいことになってるね。そして、BMW なのにメイドインチャイナとはいかほどに、まあ、ドイツ車なんですよね。ドイツ車なのにメイドインチャイナですね。あと、ラジコン特有の、これありますね。これで、曲がる方向、なんか、例えば、行かれたり、ちょっと行かれちゃったり、ハンドルが。行かれちゃったり、なんか車体が走るとき傾いちゃったりしたときに、これ調整するんですよね。これで、自動で曲がるようにも調整ができるっていう、ラジコン特有のあれですね。いや、かっけえな、普通にかっけえよ、マジこれ。BM、見てこれ。うわ、すーげえ。もういろんな角度から投げられるもん、これ。クソかっこいいな。まあ、BM 特有のね、このフロントのところね。いいよね。まあ、一生俺は BM 乗る機会がないから、ここで乗っておく、うん。ここで乗っておくんだぞ。はい。これの電源を多分入れたらもう走んだよ、これ。ほんと?こっちも電源あるか。こっちはもう電源ねえから走んだよ、これ多分。うわ!お!待って、しかもこれすげえ!これすげえぞ、多分。これ今ライトついてた。バックするとき、後ろに入れたときに、テールランプが光る。前入れると、もしかしてヘッドライトがつく。マジかよ。マジかよ、これ。おいおいおい。おい、バックすると、バックするとテールランプがつく。前走るとき、光る。ヘッドライトが光る。マジこれすげえよ。すげえよ。なんだよ、これ。なんだよ、これ、すげえよ。嘘やろ?しかも、速えな。うわ、マジか。おぉ。いや、ライトついてんの分かるね、これ。おぉ、いい。ええやんけ。待って、しかもさ、これ、ドリフト走行になるんじゃない?お、待って、これ、すげえ。ドリフト走行ができるぞ、これ。すげえ。これ、ドリシャだ、すげえ。これすーげえ、マジかよ、テンション爆上げなんすけど。すーげえ、マジ、あー、マジクソかっけえ。これマジドリフトしてんのすごくないですか、これ。いや、ドリフトできんのすげえな、これ。いや、これ楽しいぜ。第1回、ギリギリチキンでーす!イエーイ!はい、というわけでルールを説明します。このラジコンをここから走らせ、段差を超えます。段差を超えて、ここのギリ、どれだけ、この子たちにギリギリぶつからずに、止まれるかというのを、競います。で、もし、この子たちにぶつかって落ちてしまうと、熱湯風呂。下に待ち構えてるのはね、こっちの熱湯風呂。もしくは、服だけ都合よく溶かしてしまうスライムのどっちかがあるという感じで、果たして彼女たちを、に危害を加えることなく、車は無事止まれるのか。でもね、このラジコンね、結構加速出るんですよ。だから、
ちょっとね、抑え気味でいかないと、ラジコンごと下手したらこんなのが落ちてしまうので、気をつけていきたいです。はい、じゃあ早速行ってみましょう。それではギリギリチキンレース、よーい、スタート。なんということだ、あーなんということだ、ぬれぬれ美少女が完成してしまった。エロい、エロすぎる、エロすぎるぞこれは。あーなんということだ、二人の美女が水の中に落ちてしまった。なんということだ、チキンレース失敗。はい、というわけでね、今回はこのライトが光る、とっても素敵な、ラジコンのいただいたラジコンのご紹介でした。いや、これは男のロマンですね。はい、というわけで、今回は以上です。はい、それじゃあみんなバイバーイ、またね、バイバーイ。